渋谷誠コラム、辰の瀬に乗って、26日阪神後の中日、甲子園、7回、西一二塁。藤島のスプリットを森下のフルスイングに捉えられた瞬間、接戦は崩れた。残り2イニング、なんとか1点差を維持したかったが、4点差となり希望のロープは切れた。あそこは中野まで頑張ってくれと言いました。 新之助は、1回に、死球絡みで取られましたけど、あそこからよく粘ってくれました。結果としてミスにはなりましたけど、藤島を使ったことも悔いはありません。落合投手兼育成コーチが振り返ったのは、森下に打たれる直前の一死一二塁だ。タオルと水を持ってマウンドへ向かい、熱帯夜の中すでに105玉を投げていた小笠原に、 最後の力を振り絞らせた。中野を中飛に打ち取り、ブルペンにも伝えていた通りのよどみない系統だった。異軍から一軍へ、一軍のコーチに、育成、の肩書きがついたままという違和感はさておき、配置転換初日の系統は失敗に終わった。ち合いコーチは、ミス、という言葉を使ったが、僕は続投にせよ系統にせよ、結果だけで、 失敗と成功を書き分けている。要は打たれたか抑えたかということだ。しかし、ミスは違う。結果の良し悪しとは必ずしも関係なく、どう見ても他の選択肢の方に説得力がある場合は、僕の主観でミスと書く。だからこの7回は、失敗ではあっても、ミスではない。 7回を切り抜けることだけを考えれば、先頭から藤島という手はあっただろう。しかし、今回の配置転換で立浪監督が望んだのは、先発投手の立て直し、である。け負った落合コーチは、まずは意識を変えること、と話し、試合に臨んだ。少しでも長く、それが自分の考えなので、 6回を終わって村上と小笠原はほぼ同じ球数だったが、阪神は7回の頭から系統、石井に動き、中日は引っ張った。少しでも、をやらなければ、意識、など変わるはずがないし、立て直しもおぼつかない。残念な負けではあるが、納得の、失敗。それが、成功、につながると信じて待つしかない。